をそんなに驚いているマスター。確かに私も通常とは異なる言葉を述べたとは思うが、少し心外だ。私とお前は正式に契約を結んだサーヴァントとマスターだ。いくらかの例外はあっても、それは事実だろう。ならば、時に私がこうして譲歩するのは別段不思議でもない。そうだな。何を言う。この程度は普通のマスターとサーヴァントでは日常茶飯事だとセイバーは言っていた。だからだな、私はお前にこう言うのだ。何でも好きなことをしてやろう。私が認める範囲で。わかったにゃん。お前の言う通りにするにゃん。何、この程度はどうということもないにゃん。では試してみようかにゃん。私は戦う者、殺戮の機械だにゃん。お前が私を使いこなせにゃん。待てにゃん、どうしてあちらを向くにゃん。話しているのは私だにゃん。なのによそを向くのはどういう理由だにゃん。私を見ろにゃん。そう、それでいい。いいにゃん。戦いはまだかにゃん。待てにゃん、だからどうしていちいちあちらを向くにゃん。そんなに肩を震わせて。まさかお前笑っているにゃん。